にちは。久々の、はい、袴田チャンネルで、はい、ございます。ちょっと今日金曜日の夜なんですけど、はい、そうですね、はい、最近袴田チャンネルちょっと撮るね、収録できてないんですよね。できてないですよね、はい、やりたいこといっぱいあるんですけど。そうなんです、そうなんです。まだこれからね、随時撮影して撮っていくんですけど、はい、終わったのかっていう巷で。いや、私も袴田チャンネルなんかお休みですかって結構聞かれることが多くて、うん、お休みではあってなくなってはないんですけど、また、うん、撮ったら出すんでって言って、そう、はい、ちゃんと言ってるんですけど。だってね、うん、今日、はい、かなりもう1ヶ月以上ぶりじゃない。久々です。最後に出したの何なんだよっていう。盗塁。ああ盗塁、私が佐藤さんから盗塁しますとか。でもあれも撮ったの去年の夏だからね。だったら私の始球式の練習の日に撮ったのですからね。そうだから、うん、撮影で言ったらもうかなり、はい、今年初だね。そうですね、今年初だよね、はい、もう3月も終わろうとしてる、はい、今年、はい、最初の袴田チャンネル、はい、ご報告があります。ご報告、はい、え、俺もご報告あるの。え、何あるんですか。え、佐藤さんもいいですよ。 私結構ちょっと大事なご報告あるんで。俺も大事なご報告。え、コロナから復帰しましたとかじゃなくて。それ僕やったじゃん。やりました。あるんすか。あります、あります。結構す、これまた引き延ばすやつですか。いやいや、本当にあるよ。え、本当にあるんですか。うん、佐藤さんいつもどっちか分かんないから、こうやってご報告あるある詐欺じゃないんですか。すっごいニュース。え、ネットニュースにもなるかもしれないっていう。え、じゃあ今日2つニュースあるじゃないですか。袴田さんと俺の言うやつが違うかったらね。はい、え、一緒。一緒なの。いや、私のご報告なんで佐藤さんが言うんですか。いやいや、知らないから。あ、そっか、うん、でもこれ俺言ったらネットニュースになると思う。ザッキーチャンネル。ザッキーチャンネル、うん、暴露するから。あのチャンネルとかけました今。かけてないんで。何ですか、何ですか。言ってくださいよ。いいの、はい、俺からで、はい、俺から言っていいの。いいよ、いいよ。袴田チャンネルなのに、はい。え、じゃあもう私ご報告しますって、こうやって引き伸ばしてるともう引っ張りすぎやって怒られるんですよ、視聴者の方々に。じゃんけんしようよ。いいでしょ。最初はグー、じゃんけん、ふわ。あいこでしょ。あいこでしょ。なんなんだ。私に合わせてきてますよね。え、合わせれないでしょ。なんなんなんか、ちょっとよくわかんないですよ。勝った方が言うんだよ。もう言わせてくださいよ、ご報告。言いたいの。言いたい、言いたい。じゃあ来週ね。すごいの、すごいのやつでしょ。いや、すごいとかというよりはネットニュースになる。いやー、どうだろうな。俺は多分なる、絶対なります。ネットニュース分かった。じゃあ佐藤さんより小さい内容かもしれないから先に言っていいですか。まあまあ、じゃあいいですよ。いいですか、はい、発表しますか。発表しますよ。発表します。それでは発表します。発表しますか。なんでそんな引っ張りすぎだって言われてますよ、絶対。じゃあ早く発表しますよ。もう、はい、発表します。します。はい、いいんですね。します。いいんですか。はい、この度、この度、あ、結婚ですか。言ってないです。言ってない。もう指輪してないです。こんなとこにしてます。この度、この度、私、うん、袴田綾江、うん、ね、待ってんすか。それでも今なんか待ってる佐々木さん、早く止めてくれる一言お願いしますよって待ってたし今。いや、なんか来ないかなって牽制ですよ、こうやって。私、この度ですね、はい、あの CS の、はい、プロ野球ニュースの MC になります。お、あ、一緒の報告でした。え、嘘でしょ、どういうことですか。だって、はい、プロ野球ニュースの MC でしょ、はい、司会者でしょ、はい、袴田さんより俺の方に先連絡来てるからね。なんからしいですね。袴田さん使ってもいいですか。いやいや、使ってあげてくださいちょっと。俺の方に先連絡来てるから。それご報告。そうですよ。俺も一緒だった。ネットニュースになります。絶対なると思うよ。なりますかね。うん、もう今なってると思うよ。え、なってますかね。うん、はい、何曜日ですか。毎週水曜日のプロ野球ニュースの担当になります。誰とですか。野村弘樹さんと一緒に、はい、じゃあ一番、うん、一番って言ってあれだけど、はい、あの優しいからね、野村さんは。そうです。まだ会ったことないんですか。 あります。あのリモートなんですけど、うん、私がやってるあのスポーツナビの番組に出てくださって、うん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 、いろいろお話は一度してるので、うんうん、あのその時もすごい優しかったので。めっちゃ優しい。話しやすかったですし、すごく超いい人だよ、うん、癖もないしね。で、まあ、癖があるかも分かんないけどね、 PM だから。でも俺は感じたことないけど。でもそのフジテレビの方にも、うん、あの野村さんすごく優しいよって。そうそうそう、めっちゃいい人だ、言ってくださってて、うん、でもそれプロ野球ニュースの MC じゃ決まったってなるじゃないですか、うん、で、ここのに来て
佐藤さんに、え、実はプロ野球ニュースの MC 決まったんですよって言ったら、あ、知ってるよって言われて、嘘でしょっていう。だって俺なん去年かな連絡が来て、はい、袴田さんどう思いますって言われて、うん、いいんじゃないですか使ってあげてくださいよって言って、え、いいと思って言うから、いや俺に許可いらないからと思ってあの結構いろんな仕事で佐藤さんに確認が行くことが多いんですよ俺袴田さんのマネージャーじゃないからね、私佐藤さん専属じゃないんですよねいやまだ本決まりじゃないんだけど、うん、一回袴田さんと会いたいんだけど、さっちゃんいつ予定空いてるって言われて、いや俺は行かなくても大丈夫ですよっつってもう完全に身内とまれるいや 僕行かなくてもいいですよっつって、はい、そっちであのやってあげてくださいよって言って、ちゃんとあの事務所がやり取りを、あの、うん、もちろんしてくれて、そうそうそう、俺だってもうずっとしてたけど、はい、最初まだ基本決まりじゃないか分かんないから最初言えなかったからね、うん、そうですよね、そうそう、うん、途中から候補になってるらしいよって言って、うーん、プロ野球ニュースといったら、私、まあ、2013年に野球を見始めて、うん、ベンチリポーターとか入り始めた頃からずっと見てたんですよ、プロ野球セットを必ず入れて、1日の終わりに一応12球団の試合をどうなったかっていうのを確認して寝るっていう習慣になってたので、その見てた番組に今度 MC になれるっていうのすごい嬉しくて、夜ね、はい、5時半ぐらい出勤で、はいはい、で11時からの生放送で12時に終わって、はいはい、家帰るの1時で、あ、結構長いですね、うん、試合見なきゃいけないからね、まあそうですよね、みんなで、うん、だから6時から試合大体開始だからね、はい、5時半ぐらいに入って、うん、水曜日だったら絶対試合あるからね、はい、あの日本シリーズも、はい、そうですね、そうそうそう、うん、あの金曜日とかになっちゃうと、うん、あの日本シリーズとかないのよ、金曜日ってないでしたっけ、そうそう、火水木土日、あ、そっか、月と金ってないのよ、はい、だから金曜日とかに当たっちゃうと、はい、日本シリーズとかないのよ、うんうん、クライマックスシリーズも、はい、だいたい水曜日は絶対あるから、うん、だからまあ大きいイベントは全部あるね、はい、水曜日の試合めちゃくちゃ詳しくなりそうですね、水曜日だけ詳しくなるだけですか、だってプロ野球ニュース出てる人たちも、はい、MC の人たち多分その曜日のことだけ詳しくなると思う、はい、あ、まあ毎週見ますからね、で毎週同じピッチャー下手したら投げてくるから、はい、でも水曜日だからいろんなピッチャー投げるかも分かんないね、そうですね、大体金曜とかね、はい、火曜日とかだったらあれだけど、うん、5戦目とかだからローテの5枚目なので結構入れ替わりやすいかもしれないですね、うんうん、試して投げさせる人もいるかもしれないですし、ほら、明太子、俺一番最初何日かな、お、4月6日水曜日、お、じゃあそこで初共演、そうだそうだね、13日も、お、13日は電話だけどね、はい、まあ俺電話でも行くんだけどね、スタジオに、あ、え、そうなんですか、そう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 、じゃあ里崎さんって言っててスタジオの近くいるってことですか、あ、スタッフルームのところ小部屋でいるよ、はい、いや、そうなんですか、うん、結構そういう方いらっしゃるんですか、いないと思うけど、俺まず家でのんきにずっと子供もいるのに試合見とけないんだよ、はい、ああ、解説しないといけないので、で、その、テレビがその見えるところが、うん、隣で子供が出てるから、はい、その11時ぐらいにできない、うん、しかも別にフジテレビまで15分ぐらいだから、はい、車で、うん、あとは総チェックやってるから、はい、全車行ったら見えるじゃん、あ、まあ一回で見ちゃった方が楽ですよね、そうそう、面倒くさくないし、うんうん、だから行く方が楽だから、はい、俺も常に行ってんのよ、はい、へえ、で、あの小部屋みたいなところで、はい、テレビ見ながら電話で、はい、みたいな、で終わったかいみたいな、じゃあ4月6日13日は一緒に試合を6試合見るわけですね、そう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 、はい、MC の方々どうやなんかつけてるんですかね、ちょっとそういうところから勉強、何もつけてないよ、だってつけるって担当の試合ないんだから6試合全部つけれないじゃん、あ、そっか、うん、なんか気になったところだけじゃメモしたりとかですか、いやでもまあ打ち合わせで台本決まるからね、台本だから、うん、進行するだけだから、そうですか、うん、これどうですかみたいなとか完璧出るから、はい、さあ続いては、千葉ロッテマリーンズ対日本ハムファイターズの試合ですみたいな、はい、とか、はい、今日のホームランとかね、はい、今日何本出ました、今日のホームランですよね、そう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 、あの稲村亜美ちゃんはいつも前出てくれてね、あ、そう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 、ね、とか、それでは続いてはプレイオブザデイですとかね、はい、進行だから、はい、全然大丈夫よ、大丈夫ですか、うん、ちょっと生放送が生配信がめちゃくちゃやってるんですけど、うん、このお尻をちゃんと時間を合わせないっていういけない生放送が結構1年ぶりぐらいなので楽勝でしょ、だって大丈夫ですか、うん、まあまあ何年もやってきましたからね、そうそう、まあ、大丈夫よ、あ、大丈夫です、あの、うん、トーク放送5年間毎日生放送したんで大丈夫です、はい、ミスっても笑ってくれるよ、そうですよねあ、終わっちゃいましたねみたいな感じで、じゃあ、初は、はい、3月30日です、30日だね、はい、初が、はい、おお、そこが1回目、はい、どうなるのかね、ちょっと解説者の方々ともこう仲良くしていただいていろいろ教えていただきながら、はい、頑張ろうと思います、ね、だから皆さんね、はい、ぜひ
初回ね、はい、どういう放送になるのか見てほしいですね、はい、でもこれご報告って引っ張りましたけど、うん、あれですね、あのプロ野球ニュース開幕直前スペシャルっていうのが今日やってたと思うんですけど、うんうん、それ見た方はもう知ってたと思います。そうですね、はい、でもそれ見てない人はね、はい、初めての、あと、はい、あのこれ私知り合いから言われたんですけど、うん、開幕直前スペシャルの番組の概要って出るじゃないですか、うんうん、あれ見たらもう名前入ってたらしいです入ってらしいです。そうですね、はい、でもここでね、これでもう全世界でね、うん、はい、袴田さんがプロ野球ニュース出るのが分かったんでね、はい、プロ野球ニュースで共演したらどうなるのかをね、はい、見てもらいたいですねそうですね、初回は4月6日です。一緒に出るのは、ね、そう私は3月30日から、はい、僕の初回は開幕前も出てますし、はい、あと4月1日も出ますんで、はい、もうぜひそちらの方もご確認ください。ご確認ください、ということで、はい、ご報告でした。はい、皆さん見てください。